こんばんは、速稼塾の久保です。現在時間がね、18時52分ですけども、今日のお昼過ぎにですね、こちらのチャートが出来上がりました。このチャートが何を意味するかということを朝の解説と合わせてご案内しますね。朝の解説なんですけども、黒で囲いますが、ここら辺を見てください。小さなチャートバーですよね。それに加えてヒゲが短いバージョンで並んでいるっていうふうにお伝えしました。それはですね、資金の流入がものすごくこのドル円市場に小さいんだよということだったと思いますけども、そういうことなんです。そういうふうな読み方、取り方をしました。で、こういう時にどうすればいいかってことですけども、いきなりファンダメンタルが入ってきて資金がドカンと入る場合があるんで、こういう時はまああんまり寄りつかないことというふうにお話して終わったと思うんですけども、まあそれが大体ね、分かってきました。日銀の黒田総裁が記者会見で金融緩和をね、継続するよっていうふうな発表があったですよね。それに合わせてこのファンダメンタルが起きたと思うんですよ。ここで言えることは2つあります。1つは、多くの方がですね、この黒田総裁のことをご存知で、今日は黒田総裁が何か話すらしいから、それまで資金を入れとかない方がいいぞって感じで、要人発言の前に資金をそれほどまで入れてなかったんで、このチャートの動きが説明できるってことですよね。要するに資金の動きがあんまりない、でヒゲもできてないってことは、資金をやたらめったり入れてる人もいないってことなんですよ。それは黒田総裁のこの発表を警戒してってことです。これが一つ分かったこと。もう一つはですね、黒田総裁が何かを発言するときにどうなるかということをきちんと予測して、この売り波動を取った人がいるってことなんですよ。まあヘッジファンドでしょうけどね、こういうのはね。プロのトレーダーとかね。私とかにはまあとても無理です、こういうのは。危なっかしくってやってらんないです。で、この二つのことが分かったんですよ。で、付け加えるなら、そんなこと全く頭になかった人。ね、黒田総裁がこんなタイミングで記者会見するとかなんとか知らずに、なんだこの動きはみたいなのね、びっくりされた方もいると思います。まあ私もその一人なんですけどもね。黒田総裁の記者会見があること、私は知りませんでした。ですんで、知ってたら朝言ってますからね。知らなかったんで、何もできなかったんですけども、逆にですね、知らないけれどもチャートの動きを見てれば、これなんで資金を入れてないんだろう、何かおかしいぞってことが分かるわけですよ。で、その後にドカーンと来ましたよね。こういうふうな、ヒゲのちっちゃいチャートバーのちっちゃい時、値動きのちっちゃい時っていうのは必ずこれが来ると、大ブレイクが来るっていうふうに申し上げて、そして下の方にドーンと行ったわけですよね。で、ここで、振り返ることができるのが、イランとアメリカの緊張が高まった時、戦争が起きるんじゃないかって言われた時と同じ方向に円が動いてるってことなんですよ。ね、これが今回、あ、なるほどなと思えるところなんですよね。こういうふうに後で起きたことでもファンダメンタルによって気づけることってのは結構あるんですよね。ということは今度は、ファンダメンタル、なんかね、こういうふうな下落が落ちた後に気づくんではなくて、こういうことを織り込んでいって、あれ今日はチャートの動きがちょっとちっちゃいな、しかもヒゲが出てないな、もしかしたら何かが起きることを知っている機関投資家さんとかヘッジファンドがこちらの方にね、資金を振り向けることをちょっとこう抑えてるんじゃないかっていうふうな心理状態も読み取れるわけですよ。まあですんで、総じて言えるのは、こういう今朝の値動きみたいな時にポジションを持ったりとか資金を入れるのは非常に危険だということ。で、そこに資金を入れてるってことは、黒田総裁が何を言うかってこととか、どうなるかってことを相当な高い確率で裏付けているってことなんですよね。さあ、それで今回の動画のまとめというかね、次への布石なんですけども、ご覧のようにですね、ここはヒゲの少ないチャートバーの大きさのちっちゃいところで、それに対してここは、ヒゲが長いですよね。ヒゲが長いってのはどういうことかっていうと、お金がたくさん入って売りと買いがものすごいたくさん入ってるんですよ。で、結局は横ばいになってるってこと。こっちの横ばいと意味が違うっていうの分かります？こっちの横ばいとは全然違いますよ。ね、ここの横ばいってのは、エントリーしてもいい横ばいです。ね、売りでも買いでも、きちんと利確ができるんですよ。売りでも買いでも利確ができる横ばいです。ここは売りでも買いでも利確の難しい横ばいです。ね、本日は以上です。本当にね、すごいですね、今日はね。